この奇妙な偶然についてヘブライ語に詳しい聖書解説者の久保氏は、イスラエルと日本というのは地球の反対側ですので、で途中に似た言葉がないのに、この非常に離れた場所で意味も発音も同じ言葉がたくさんあるというのは、まあ、偶然とはちょっと考えられないんじゃないかと思います。これ見ていただきたいんですけども、はい、ヘブライ文字とですね、カタカナひらがなの類似ということでね、例えば日本のですね、コというカタカナがね、ヘブライ文字とも似てる、あとカトという字も似てますし、ヒリという字ですね。久保氏によれば、文字によっては全く同じものが存在するというのだ。そうとか、すごい。ということで、皆さんにもちょっと当てていただきたいと思います。こちらご覧ください。見ててよかった、今日の番組だよ、はい、明らかにしましょう。バレる、バレたから分かっちゃった。もっと違い、穴ストーン。おお、ヘブライ語では、掘る、掘るなんですね。掘るからね。なるほど。ここまで来たら次の寒いはもうびっくりしますよ。へ、寒い寒い、ブル、震える震える。ヘブライ語ではブル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 、凍る、凍る、凍る、もっとびっくりして、凍るよ、凍る。これ果汁、果物の汁、みずみずしい。ヘブライ語では、はい、蜜、蜜ですか。はあ、へえ。減らす、ヘブライ語ではヘスル、ヘスル、ヘラス、ヘスル、似てる。話すはダベル、ダベル。確かにダベルって、なんでダベルって言うんだろうって、ね、思いますよね。話から来てるんですよ。宿るという言葉、いい言葉です。宿る、ヘブライ語では、はい、何だと思います、宿る、宿る。開けてください。アタバレルホルコールミツヘスルダベル、宿るは宿る。宿る、宿る、面白い。行きますね。